はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、禁止カードがねまた生成できるようにいくつかなりまして、皆さんは色の支配者ショックルーラーという圧倒的対話拒否モンスターご存知でしょうか。これね、まあ、昔この支配者あるショックルーラーくんが現役だった頃はこのモンスターに苦い思いをさせられたデュエル人も多いんじゃないかなと思うんですが、今回はアンリミテッドルームという禁止カードをいくらでも使っていいですよっていうルームで、マスターデュエルさんなんとこのショックルーラーが3枚使えるようになりましたんで、世界を終わらせるべく、色の支配者ショックルーラーを3体並べていくというね、デッキを、ご紹介して いこうというふうに思ってます。今回の、あ、ちなみにこれ、こいつの効果ですね。効果はどういう効果を持ってるかというと、レベル 4×3 で作れて、ちょっと重いんですけども、1ターンに1度、素材を1個、取り除くと、カードの種類、まあ、モンスターか魔法かトラップカードを宣言して、相手ターンの終了時まで宣言した種類のカードが、お互いに一切発動することができなくなります。つまりですね、ショックルーラーを3体並べた上で、魔法、トラップ、モンスターって言ってあげれば、全カードを発動することができません。お互いに。はい。今回はこのクソゲーを見ましていくと。ちなみに、ショックルーラー3体並べるのに、レベル4のモンスターを9体並べる必要があるので、かなり難しいんですが、今回は、ソリティアルートを開拓してきましたので、悲願モンスター2種、まあ、どれかの悲願モンスター2種類から、確定でショックルーラー3体が並ぶというギミックになっております。まあ、ルートはね、動画をご覧いただければと思いますので、早速、このゴミカスソリティアデッキをね、見ていただいて、このショックルーラーというモンスターの強さにね、皆さんも触れていただければいいかなと思いますので、早速、クソゲやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。悲願2種来た。よし、いいぞ。準備は整ってる。あとは相手のハンドによる、ドレスバッファレの特殊が。悲願2種から確定するんですよ、動き一応。妨害なければね、相手の。ヒガモンスター2種類何でもいいんですけど、何でもいいんだけど、このゼンマイティが召喚権を使わせて出せればもうこれ確定します。はい、何もなそうですね。ゼンマイティを特殊感効果発動。あ、これこっからですね、クソ長いソリティア始まるんで、ご注意ください。ゴミカスソリティアが始まるんで、ね、まあゼンマイギミックはまあ有名なんで割と見たこともある人いるんじゃないかなと思うんですよね。ゼンマイコンを特殊感で、ゼンマイコンリンク召喚成功時効果発動。デッキからゼンマイモンスターを1枚手札に加えると、ゼンマイカードを1枚手札に加えてるとか、でゼンマイネズミを手札に加えて、召喚権使ってないんで、ゼンマイネズミを召喚。でゼンマイネズミは自分を守備表示にすることによって、自分の墓地のゼンマイモンスターを1体特殊召喚できる。これによってゼンマイマシャンを特殊召喚。で、ゼンマイコンの効果を押すと、そのゼンマイネズミを裏側で召喚して、同じやつをデッキから出す。でゼンマイネズミを特殊召喚。で、ゼンマイマシャンの効果を押すと、ゼンマイモンスターが効果を発動したため、自分の敵からゼンマイモンスターを特殊召喚。で、ゼンマイ、マジシャンと、ゼンマイコンで、まずはヒーター。これの魔法使いであれば、まあ、なんでもいいです。で、ヒーター特殊召喚して、そして、ゼンマイネズミの効果。自分の墓地のゼンマイマジシャンをもう一回特殊召喚。ゼンマイマジシャンの効果発動。ゼンマイマジシャンによって自分の敵からゼンマイモンスター特殊召喚。これによってゼンマイウォーリアー特殊召喚。で、ゼンマイウォーリアーの効果。ゼンマイネズミのレベルを4にしていく。で、ゼンマイマシャン効果。ゼンマイマシャンによってゼンマイウォーリアを特殊が。ここまでがまあゼンマイの動きですね。はい。で、戦出モンスターに対してリンク召喚。現れろ。聖騎士の追走。イゾルデ。ハリファイバーがなくなってもね、イゾルデがいれば俺たちの攻撃は止まらねえ。さあ、イゾルデのリンク召喚成功時の効果を発動。自分の敵から戦出モンスターに対応できる。まあ、これなんでもいいんだけど、カイデンっていうペンデルムスケールを持ってきて、で、ペンデルムスケールだと貼ります。で、イゾルデの効果発動、装備カードを4枚墓地に送ることによって、デッキからレベル4のモンスター終末の騎士を特殊感。終末の騎士の効果発動、特殊の成功時、自分のデッキから、闇属性モンスターを墓地に送るという効果と、妖刀滝光の効果によって、滝光カードを1枚手札に加えるという効果。これによって俺滝光を手札に加えていく。そして終末の騎士でサモンプリーストを墓地に送っていく。はい、さらに自分のフィールド上のレベル4のモンスターが3体でオーバーレイエクシエス召喚。これが史上最強モンスターだ。色の支配者ショックレラーをエクシエス召喚。うわー、ショックレラーの効果を発動。オーバーレイでも1つ使い、カードの種類を1つ宣言し、
宣言した種類のカードをお互いに発動することはできない。無限保有だけやめてください。そして、神聖魔皇后セレネオリクショが、ちなみに今回のデッキのコンセプトを説明していませんでしたね。色の支配者ショックルーラーでお3体出しまして、魔法カードの効果、そして、トラップカードの効果、そしてモンスターカードの効果、これ全てを発動的な状態にして、相手にターンを渡すというクソゲーをお見舞いしようと思っています。ショックルーラー3面コンボで、セレーネの効果によって自分の墓地で存在するサモンプリストを特殊召喚、サモンプリストの効果を発動、自分の手札の魔法カードを墓地に送ることによって自分のデッキからレベル4のモンスターを特殊召喚、これによって、デッキからダークドリアードを特殊召喚していく、そしてダークドリアードの特殊召喚成功し効果発動、地、水、炎、カル属性モンスターをデッキトップに置く、これでレスキュフェルト、そしてエンディミオン、さらに、ゴールドライバー、そして、パラディオンをデッキトップに置いていく、そしてフィールドの4体のモンスターでリンク召喚、現れろサリュージョ、スカルデッド、うわー、4体のモンスターをつなぎできた場合カードを4枚ドローし3枚デッキに戻すというぶっ壊れ効果を持っている。スカルデッドの効果発動、うわープル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 、でオライオンズと、カイデンと俺たきみつを戻していく、そしてスカルデッドの効果を発動っていうだからモンスター1体を特殊召喚できる、レスキューフェルトを特殊召喚、そしてレスキューフェルトの効果を発動、このカードをデッキに戻すによってレベル6になるようにリンクモンスターのリンク先にモンスターを特殊召喚できる、進化不良の人、そして、オライオン、さらにゾンビキャリアを特殊召喚していく、オーケー、そしてスカルデッドの効果によって打点が上がっていく、さらにオライオンと進化不良の人で、進化召喚現れよ、個人クトグ、あ、まあ、これは正直、シンクロモンスターのレベル4であれば別に何でもいいですけど、ね、でシンクロフュージョニストと、オライオンの効果を発動、クトグアの効果は別に発動しない、そして、オライオンの効果でトークンが生まれ、さらにシンクロフュージョニストの効果によってフュージョンマジックカードを1枚を手札に変えることができる、これによってブリリアントフュージョンを手札に変えていく、さらにレベル3のトークンに、あ、もううるさい、スケーネットマジでうるさいこれ、そしてレベル3のトークンにレベル2のゾンビキャリアをチューニング、進化召喚暴天候、そして、暴天候効果発動しない、で暴天候の効果発動、レベルを4にしていく、さらに自分の手札のブリリアントフュージョンを発動、ジェミナイトモンスターを融合召喚できる、これによってビーストボルクと、自分のラズリーを墓地に送り融合召喚現れろ、ジェミナイトセラフィーからのビーストボルク効果発動、効果でデッキから墓地を送られた場合自身を特殊ができる、さあこれによってまた盤面にレベル4のモンスターが3体並んでいく、うーい、オッケー、そしてレベル4のモンスターが3体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚現れよ、ショックルーラー2体目、あ、これ一応スカルトの、リンク先出してもらったな、まあいいや、そしてペンデラムスケール剣道スピリット回転をセッティング、さらにゴールドライバーをペンデラムスケールにセッティング、そしてスカルデッドとジムナイトセラフィーでリンク召喚現れろ、サイクルエムロードラムダ、そしてエクサラキカダークドリアド、そして手札からエンディミオンとパラディオンを特殊召喚、そしてレベル4のモンスターが3体でオーバーレイネットワークを構築、エクシス召喚現れろ、ショックルーラー3体目ウォリアーっとそしてショックルーラーの効果を発動、オーバーレイネットを1つ使い、お前は次のターン、まあ俺もだけど魔法カードの効果を発動できない、そして最後モンスターの効果も発動できない、これによって魔法カード、トラップカード、モンスターカード全ての効果を発動することはできない、さあ遊戯をしようぜ、おいデュエルしろよおいデュエルしようぜ、まあお互いに魔法、トラップ、モンスターの効果を
発動することはできないけどな。ゴミギミックすぎる。なに？だに？ガミシール？まあいいだろう。それは発動するとかではないかな。まあ、ただショックルーラーの子がもう発動しているため適用はされている。ガミシールでどかそうとなんだろうと特にカードを発動することはできない。残念だったな。あ、おいらその捨てカードを2枚はやめてくれ。ショックルーラーは一応ね隙がありましてね、あの自分のドローフェイズからメインフェイズの間はちょっと隙あるんですよ。アンティーキャハンドロック、バカめ、そのモンスターの効果も発動することはできないぜ。ゴミすぎ、ガチゴミじゃんこのデッキ。何一つ発動できないの相手、どうやって返すんだよこれ。はいクソゲー。誘発投げられるとさすがに決まらないので、まあワンチャンその1体までショックルーラー出るとかはギリやるかもしれないけどね。うん、なんもなさそう。でもなんか誘発がマジきついんだよね。ちなみになんかどっか止められただけでこのルートあの崩壊するんですよ。例えば無限保養であるとかエフェクトベーラーであるとか、まあ、増人を普通につらいですし、もう無限に特殊化するから裏のもきついですしね。はい、まあいろいろなんか問題点はあるけど、一応止めらんなければショックルーラー3枚出るっていうコンボは開発できたのは良かったと思う、個人的には。はい、なんもなそうですよ俺ね。はい完璧。はいお前カード発動できない。はい発動できない。ショックルーラーの効果発動する。トラップカードはもう無効にしているため、あとはモンスターカードと魔法カード、あちなみにモンスターカードで先言っちゃうとあのショックルーラーの効果発動的になっちゃうんで気をつけてください。モンスターカードの宣言は最後にしてください。はい、でこれでモンスターカード、はい、モンスター魔法トラップカード全部発動できません。対戦よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。おいデュエルしろよ。おいおいイソノ、おいイソノデュエルしようぜ。まあ全てのカードを発動することはできないけどな。残念でしたね。あ、なんだこれ、アレサッシュ、え、なにこれ、カーディアン、ユベル、え、あ、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、あれ発動してるとこじゃないこれ、これ特殊召喚条件だ、あれ、え、え。